世界に行こうよ。あったかくて晴れてるとこ。あれ、ドラゴンリゾートだって。わーい、リゾートなんて生まれてから初めてだよ。ホースパーツ、あのゲートをくぐれば。待ってよ、思いっきり遊ぶぞ。オーケのパワーを削減です。レジで叩いてみる。どう博士、うまくいく？オーブの回転スピードをもうちょいといじらんとパワーがな。やっぱドラゴンなんか呼ぶのやめようぜ。みんな食べられちゃうかもしれないし。ちょっと待って、ハンター、今さら何よ。でも博士の本見たろ。ドラゴンって凶暴でこんな大きくてこうして火を吐くんだぜ。ベッベッって、絶対ヤバいことになっちまう。だから役に立つんじゃない。それぐらいじゃないとあいつは止められないわ、あのリプトのやつは。成功じゃ。大きなドラゴンがやってくるぞい。着地失敗。失敗。スパークス、遊ぶぞ。うん。ジロジロ見てんのさ。ドラゴンが珍しいのかいのかい。君、ドラゴン？そう、生まれた時からね。ね。どうだい、リプトン様のクリスタルは強いだろう。なんか嫌な気配がしやがる。ドラゴン？なんでドラゴンがここにいやがるんだ。大嫌いだ、ドラゴンは大嫌いだ。今よ、グラップ、こいつぶっ飛ばしてやれ。バカ、俺様のクリスタルくっちまいやがって。俺様がクリスタルがなくても自由いって覚えてやがれ。あいつ誰？誰？あいつはリプト。すっごい悪いやつなのよ。あいつのせいでこの世界が混乱して。ああ、でもこうしちゃいられない。はい、これはこの世界のガイドブックよ。あなた、中身をよく読んでおいてね。私たちはリプトのやつを追っかけるから、後で会いましょう。多分サマーキャッスルだわ。じゃあね。君たち何なの？何なの？なんでこうなっちゃうのかな。この国は今大変なんだ。なぜだかトカゲが山ほど現れて宝石を盗んでいっちゃうんだ。昔はこんなんじゃなかったのに、なんとかならないかな。頼むよドラゴンくん。僕の友達キラキラマウスを探してごらんよ。トカゲどもを倒しながら進めばきっと見つかるからさ。
じめまして、スパイロさん。私は妖精のパックルと申しますの。エローラさんに頼まれてあなたの冒険を手助けして差し上げますわ。びっくりなさったかしら。ごめんあすばせ。この電撃はスパイロさんの進み具合を記録するものなんですの。もしどこかで倒れてしまってもここまで戻ってこれますわ。よろしくって。では頑張ってくださいね。ちっちゃいから壁を登るのは苦手なんだ。君もちょっと無理そうだね。壁を登れるようになったらもう一度戻ってきなよ。様は神様でございます。あなたが噂のドラゴンさんですな。私があの有名なマネーバッグでございますよ。お代やさえいただければ何でもいたします。まず手始めにそこに橋をおかけいたしましょうか。でもお代やを100個いただきますがね。おありがとうございます。スパイロさんでしたかな。通行料確かにいただきました。この後は何度通ってもらっても結構でございますよ。ではまた後ほどおダイヤを集めるのをお忘れなく。スパイロさん、周りを見回すには三角ボタンを使うんですのよ。この洞窟で試してみたらどうかしら。三角ボタンを押し続けて方向キーで首を回すんですわ。どうかしら。Yeah.
ここのパワーアップはスーパーフライ。一定時間だけ自由に飛べるようになるんだ。じゃあお願いなんだけど、この広場の宝石ランプ全部に火を灯してくれないかな。全部のランプに素早く炎を吹きかけていくと、真ん中の大きなランプに火が灯るんだ。素早くだよ。よろしくね。宝石を食い荒らすんだよ。石ころで追っ払おうとしてもちょこまかすばしっこいしさ。僕の代わりにあいつらを退治してくれないかい。石はいくつもあるから失敗しても大丈夫。お願いだからさ。やるじゃないか。じゃあ次の踊りとかへのとこまで行くからついてきてよ。うまくやれば石をすごく遠くまで飛ばすことができるよ。試しにあそこにいるトカゲに当てられるかやってごらんよ。高いところのトカゲに当てるには上に向けて撃たなきゃダメだよ。三角ボタンを押し続けて狙いが定まったら丸ボタンで発射。Yeah.
これで安心して宝石を集められるよ。ありがとうスパイロ君。お礼の気持ちとしてこれを受け取ってくれないかな。多分この国で一番価値のある宝石だよ。やった！はい！おりゃ！まだいらっしゃったんですか。早く宝石ネズミを助けてあげた方がようござんすよ。なんてこと！やった！ドラゴンくん、そういえば自己紹介してなかったわね。私はエローラ。僕はね、スパイロン。君はヤギさんなの？ファンっていう種族よ。そうなの。宝石ネズミたちにはもうあった？あったらお土産もらっちゃった。マジックアイテムって。マジックアイテム？これって大事なもの？ガイドブックに挟んであるけど。この世界には14個のマジックアイテムがあってね、全部魔法の力を持ってるのよ。それでリプトーだって倒せるわ。あーらよっと。あんたどこ行ってたの？ああ、それが迷っちゃってね。この子がマジックアイテムを探してくれるって。僕が？うちが？スパイロ、いいこと。このままじゃドラゴンリゾートには行けないわ。リプトーってやつが行く先々に立ちはだかってるのよ。この世界中の全ての国を回ってマジックアイテムを集めてきてほしいの。ガイドブックも見ておいて。そりゃオイラが集めるよ。ドラゴンに集めろったって無理だと思うぜ。あんた、自分の靴だってなくしちゃうあんたなんかにマジックアイテムを任せられないわよ。ちぇ。じゃあ、いいわね。いろんな国でマジックアイテムを集めてきてほしいの。わかったよ。いろんな国を回ってマジックアイテムを集めてくればいいんだね。お安いご用さ。Mm-hmm.